楽天モバイル契約してから、2日経ちました。48時間で、楽天から端末と SIM カードが到着しました。はい、これが端末で、これが SIM カードが入ってるパンフレットになります。この中に、楽天のなんか冊子とか、あとここに SIM カードが入ってます。はい、電波が入んなくなりました。もう一台持ってるスマホ、 UQ モバイルを使ってます。機種は、Zenfone3、4、5年前の機種になるんですけど、こっちは全然入ってます。こっちは au の SIM 挿してて、楽天モバイルで入らないとき再起動するか機内モードにしてもう一回復帰させるといいみたいなことを聞いたことあるんで、ちょっとそれを今試してみます。でもやっぱ入んないな電波は。うん。30分ぐらいして楽天繋がったので、やっぱこれが楽天モバイルなのかなとは思いました。今が楽天回線なのかパートナー回線なのかっていうのは、楽天モバイルの中に入ってるアプリで、分かるようになってます。まあ自動的に切り替わるみたいなんで、そんなに心配する必要はないんですけど、押さないとダメなんで、新しくこのパンダ回線チェッカーっていうのを入れました。ググったら出てきたんで、でこれは、もちろん今楽天回線エリアですって出るんですけど、通知バーのところにも出るようになるんで、今、楽天エリアにつながってます。でこれが多分パートナーに切り替わったらパートナーって出ると思うんですよ。はい、で速度測定をしようと思います。でもう一つのスマホは、UQ モバイルの SIM が入ってます。でこれで同時にやってみて、いくつぐらい出てるのかなって感じです。今 4G ですね。はい、楽天回線5メガですね。アップロードがなぜかゼロなんですけど、まあそんな変わんないですね。極端に楽天だから遅いってことはないです。で今は、楽天回線につながってますと。リンクで電話してみようと思います。はい、もしもし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 、聞こえますか？今通話した感じそんなに問題ないです。はい、あと楽天リンクを用いた発信で10秒以上通話すると、この楽天のキャンペーンでね、ポイントもらえるっていうのがあるんで、今ちょっとそれを試しでやってみました。はい、で基本は楽天で電話するときは、電話アプリを使うとお金がかかっちゃうみたいなんで、楽天リンクで通話すれば、データ通信なんで、データ通信の回線を使って、やり取りするんでお金はかからないです。ただその代わり電話に比べるとちょっとこもるとかデメリットがあるみたいですけど、今電話した感じはそんな問題なかったです。はい、両隣、部屋になっていて、上も部屋で、特に角部屋とかではないんで、家で、使った有線の、速度測定のサイトがね、どういうわけか楽天モバイルだと繋がんないんですよね。他のアプリとかは全然繋がるんですけど繋がんないので、仕方ないんでこっちのファースト .com の、速度測定テストのページを開きます。はい、で左側がこっちが UQ モバイル でこっちが楽天モバイルで、楽天モバイルは楽天の回線につながってます。はい、UQ モバイルの方が18メガ、楽天モバイルが8メガです。やっぱりちょっと楽天モバイル
遅いかなって感じです。まあちょっと遅いかなっていうだけで、まあ、遠くにそんなに大きな問題はないです。試しに YouTube 開いてみましょうか。まあ、最新の自分の動画を。現在 JR 成田駅に来ております。ホテル、まあ、全然スムーズに再生はされます。9600円で、今の画質は480ですね。Q モバイルだと高速モードと低速モードを切り替えすることができるんですね。それで節約ができるんですよ。ちょっとしたページを再生したりとかそういう時は、こっちをこの節約モードっていうのがあって、これにすると速度は遅くなるんですけど、その代わりギガが消費されないっていうモードがあるんですけど、楽天モバイルの方はそういうモードがないんですね。はい。でそれにまあ近い機能としてパートナー回線、もしここが楽天エリアじゃなくてパートナー回線に切り替わる時があったら、これをパートナー回線の方のこの、高速モードっていうのがあるんで、これをオフにするとパートナー回線の方は、速度が落ちるんですけど、その代わりギガが消費されないよっていうのがありますね。ここにも書いてあります。オンにするとデータが消費される、高速通信が可能になる、オフにするとデータ消費なく利用できます。はい。つなげてから5日かな4日ぐらいでもう結構1ギガ使っちゃってて、やっぱこれが結構差かなと思います。気づいたらちょっとしたことでね一気に使っちゃったりとか、ほう、こんな感じなんですよ。ちょっとしたアップデートとか別にこんぐらい大丈夫だろうと思って楽天回線つなげたまんま通信してたら結構1日で 0.5 ギガとか使っちゃった月があって、でこういうことがあるんで、まあやるとしたらこのデータ高速モードのオンオフをパートナー回線でやるしかないです。モバイルデータをどこまで使ったら教えてくれるよっていう機能があるんで、まで使ったら警告が出るようにってのがあるんで、楽天モバイルの場合使ったら使った分だけ、どんどん値段が上がってっちゃうんで、3ギガ20ギガ無制限だったかな。そうですね、まあ、このいう機能を使って使いすぎを防ぐことはできます。まあちょっと気になるところがあるとしたら、高速と低速の切り替えができないのがちょっと楽天の SIM はちょっとうんというところではありました。はい、現在地下鉄の駅に来てます。駅に繋がってます。はい、UQ モバイルは40、こっち楽天は13でした。やっぱりこの辺で違いが出るのかな。建物内ならともかく地下鉄とか地下だとねちょっと弱いかなって感じですね。はい、楽天といったらやっぱ海外ローミングができるっていうのは大きな、メリットの一つかなと思います。で楽天だったらもともとのこの基本料金に追加なしで2ギガまで海外でローミングできます。いろいろ調べたら東南アジアとかアメリカ、ヨーロッパ各地でローミングが使えます。はい。で、プラスの料金は、1ギガ、500円で、これは結構いいことなんじゃないかなと思います。契約なしで通信できる SIM としてアハモがあるんですけど、アハモはもともとの料金が約3000円でちょっと高めなんですよね。まあ20ギガまで使えるんですけど、その代わり、楽天モバイルみたいに3ギガで、1000円とかそういう制度がないんですね。なんで、本当に安く抑えるっていう意味では楽天モバイルは結構お得かなと思います。ただ、自宅マンションで使っていていきなり電波が途切れちゃったことがあったので、その辺はもしかしたら楽天回線自体が不安定なのかもしれないです。それでそういう症状が出るのかもしれないですね。はい。というわけで、楽天モバイル使ってみてなかなか良かったです。
まあ、ただ楽天だとどうしても不安だって人はもう1台携帯を持ってっていうのでもいいかもしれないです。あるいは SIM を2つ挿してデュアルで運用するってやり方もいいかなと思います。はい、以上、楽天モバイルの、SIM を使ってみた、感想です。以上、ご視聴ありがとうございました。